ミーアン温泉温泉プールミーアン温泉は、ベトナムフェフーバンンフーズオン村、ミーアンにある温泉。以前からある、マイアン温泉スパリゾートのほか、ビテクスコグループ参加のミーアン観光株式会社と、日本の河原リゾートの共同事業による河原ミーアン温泉リゾートが、2019年5月に着工された。ミーアン温泉フには、アルバタインタン温泉をはじめいくつかの温泉があるが、 ミーアン温泉は、笛市街から最も近い温泉である。日本の温泉をイメージして作られたと言われる、リゾート型温泉施設である。温水プール上に、いくつかの露天風呂が作られ、建物内には、プライベート入浴施設もある。湯は、洋臭がする。屋外温水プールは、水着着用だが、プライベート浴室は不要。レストランと宿泊施設が併設され、 プールサイドの笛式の古いスタイルの伝統的家屋の宿泊棟が設置されている。2016年10月頃から2017年8月までリニューアル工事が行われた。施設使用料所在地マイアンハムレット、フドワングコミューン、フバングディスト、トゥーアティーンヒュージバ不動産、インフラ開発大手企業のビテクスコグループ参加のミーアン観光株式会社が 日本の河原リゾートとの共同事業により、2018年9月に着工し2019年10月から12月に温泉の営業を開始、2020年4月から6月期にホテルとビラをオープンする予定であった。泉質は含むミネラル泉で、高血圧や関節炎、美肌などに効果があるとしている。面積は 3.5H で92部屋の5階建てホテルと、 ビラ6棟、浴場、レストラン、会議室などを含み、4つ星リゾートとなる予定。総工費は6000億 VND。ABCD、ベトナムスケスチフエフエで、ゆったり温泉気分。広くなったミーアン温泉で、2020年6月11日閲覧。ABC、ビットナビフエ市街からも近い本格的な温泉、ミーアン温泉。 2020年6月11日閲覧。ABC、ベトナム笛観光情報公式 Facebook。2020年6月11日閲覧。AB、ビット上笛、日本式温泉、河原ミーア温泉リゾートが9月着工2019年5月17日5時39分 JST、配信。2020年6月11日閲覧。ありがとうございます。